福岡協定場。福岡協定場とは、福岡県福岡市中央区名のつい丁目にある協定場である。2010年、平成22年度以降の通称は、ボートレース福岡、ボートレース福岡。なお、条例上の正式名称は、福岡協定場のまま変更されていない。百五十三年、昭和十八年九月十六日に初開催が、 行われた。福岡市の中心繁華街である天神から徒歩でわずか十分と、近く、平和島協定場、東京都と並んで、都市型協定場の代表格として挙げられる。主催者は、福岡市と福岡都市圏広域行政事業組合、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、中川市、小賀市、海町、笹栗町、締め町、末町,町、新宮町、 久山町、か谷町、宗方市、福津市、糸島市で構成される一部事務組合。地元の住民からは、地名にちなんで、名のつとも呼ばれている。2004年10月には、福岡協定上のマスコットが定められ、一般公募により、ペラボーと命名された。2015年10月30日には、ペラボーの女友達キャラクターが、一般公募により、ペラビと命名された。 テレビ CM キャラクターにはこれまで、エビス義和、竹中直人、川上孝一郎、森下千里らが起用された。また、2007年12月19日から24日までの6日間、第22回賞金王決定戦競争が開催された。住野江協定場、大阪府以外での開催は、第6回大会の平和島協定場、東京都、 第11回大会の戸田協定場埼玉県第15回大会の平和島協定場2回目以来7年ぶり4回目となり九州地区においての開催は史上初そして2009年5月26日から5月31日までの6日間九州地区では初となる協定会のオールスターレース第36回笹川小競争が開催された 実況は、福岡県内のサンバ、若松、足屋、福岡を RKB ミューズに所属する女性アナウンサー6人でローテーションで回しているが、SG、開催日前半戦など一部レース除く GI、一部優勝戦などは内田和夫が担当することがあった。しかし、2007年当地開催の賞金王決定戦競争における、賞金王シリーズ戦では優勝戦を含む、 全レースにわたって、前日の女性アナウンサーが担当した。なお、2010年に切断された両腕の遺体が発見される騒ぎが起こった。スタンドから競争水面を見ると、正面奥には、福岡高速環状線にマーク方向の奥には福岡ソフトバンクホークスのホームスタジアム、福岡ヤフ奥。ドームが見え、また周囲は高層ビルが林立している。その中には、 九州朝日放送の本社屋と電波塔もあるなどまさに都市型協定場といえる。さらに近くには大相撲九州場所が開かれる福岡国際センターや2001年の夏に世界水泳が開かれたマリンメッセ福岡等の施設もある。2003年11月16日には明るく開放的な空間をコンセプトにした中央スタンドがオープンし、 それを受け西スタンドが2004年に解体された。西スタンドの跡地は2004年に行われた全日本選手権競争ではイベント広場として使用された後で閉鎖されたが2005年6月26日より芝生広場として開放された。それまでの場内専用の外交前売り発売所と別施設で2011年4月15日にいた。 場外向き前売り場外発売所のペラボート福岡が、要開始となり、昼間開催とナイター開催が2羽ずつ、最大4場の場外勝船投票権が購入、可能となり、2017年2月1日からは、昼間5場ない3場の最大8場に、場外発売のレース場が拡大された。また、芝生広場の一角に2017年2月25日より、新施設6が、 利用開始となった。2016年4月1日からは、楽天家で来のお月のキャッシュレスカードのペラボーカードが利用開始となった。競争水面は海で、水質は海水、または気水。第一ターンマーク部分のみが、福岡市を流れる中川の川口部に突き出ているという、全国的に見ても他に、類いがない得意な競争水面である。満潮時には、 1> 第1ターンマーク付近で海水と淡水がぶつかり合うことで複雑なうねりが発生する。このため、江戸川協定場と並んで全国屈指の南水面としても有名。また、助走距離が180メートルと全国で最も短く、ダッシュも効きづらい。なおかつ、ピットは他の協定場で一般的な2マークのホームストレッチ側はないし、奥ではなく、 にマークのバックストレッチ側に設置していて、このようなピット形式は、もちろん、福岡が唯一である。企業杯として、福岡ソフトバンクホークス杯が行われている。かつては、キャビン範囲争奪戦競争、ジャスカップの名で企業杯が開催されていた。新 A リーグや女子リーグは、他の協定上のように、毎年のように開催されていない。不定形で開催することがある。 2010年は新 A リーグ戦が2回、3月9月、開催された。3月に開催された新 A リーグの名称は2010新 A リーグ戦、第4戦、植木道彦フェニックスカップ、2008-2009年は、開催されず。また2010年は、女子リーグ戦、第10戦も開催される、2008-2009年は、開催されず。また、オール女子戦、格付けは、 一般戦として、ラブ FM 福岡なでしこカップが毎年行われている。正月は、新春開運特選レースお盆は、お盆特選レース年末は、歳末特選レースが行われている。また一般競争においても、地元ならではの祭り行事にふさわしいタイトルをつけて、開催している。ゴールデンウィークは、ドンタク特選レース毎年7月には、山笠特選レースが行われている。 5日間開催以上の最終飛球 R には、準優勝戦に進出できなかった選手の、得点上位者によって行われる、選抜戦、ペラボー特賞がある。また、10R 特別選抜 B 戦のレース名は、名つ選抜 11R 特別選抜 A、順位決定戦は、舞鶴特戦と名付けられている。これは終年、DC、畜戦などの記念レースでも、 同じ名称によって行われている。周年記念として、福岡チャンピオンカップが行われている。なお、全国発売されるプレミアム G1 競争である、新栄王座決定戦ヤングダービー、女子王座決定戦、レディースチャンピオンは一度も開催されていない。2015年に、第4回賞金女王決定戦、クイーンズクライマックスが開催された。さらに、 2018年には、協定名人戦、マスターズチャンピオンが初開催されている。2014年からは、支部表記、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。